スーク・アフラースはアルジェリア北東部のスーク・アフラース県の県とヌミディアのタガステ遺跡の上に建てられた。タガステはアウグスティヌスの故郷でベルベル人文化の中心地でもある。スークとアフラが語源で合わせると死死の史上である。これは1930年の絶滅までバーバリライオンが近くの森にいたためである。タガステはタゴーストから来ている。 これは三つの山に囲まれているためである。旧石器時代、アテリア文化が栄えた。その後、カプサ文化に置き換わった。この時代の多くの石器が発掘された。スークアフラースやティフフェチュ、タオーラでは、弓が出土した。タガステは、ヌミディア人が建てた都市で、現在のスークアフラースはその上にある。ヌミディア高地東北部に位置する。 ヒッポレジウスから 60km、トブルシクムから 20km、カルタゴから 150km 離れていた。タガステは、共和制ローマのムニキピウムになった。ガイウスプリニウスセクンドスによると、タガステには、ローマ化したベルベル人が住んでいた。聖モニカの息子、アウグスティノスが、タガステで生まれた。タガステは、ヌミディア、古代ローマ、ベルベル人の文明が出会う場所で、政治、 文化的に重要な役割を果たした。マダウレ、ティフェチュ、ケミッサには要塞が建てられた。1830年、フランス領をアルジェリアに組み込まれた。19世紀後半、国立鉄道輸送会社によって鉄道がつながった。20世紀、鉄鉱石とリン酸塩の採掘が盛んになった。1954年から1962年のアルジェリア戦争で、 国民解放軍はスーク・アフラースを東の基地と呼んだ。スーク・アフラースはジェイベル・ベニ・ソラやジェイベル・レッド・モーメントの森の山の間の盆地に位置する。メジェルダ川が市を通る。スーク・アフラース県には3つのダムがある。旧市役所。現在は市民劇場。アルジェは地中海性気候で暖かい夏と穏やかな冬が訪れる。地中海に近いことで気温が。 穏やかになっている。その結果、スーク・アフラースは隣接した内陸地区に比べて極端な気候は見られない。アルジェとその他のアトラス山脈都市は湿った冬と乾いた夏が特徴である。スーク・アフラースの年間平均降水量は840.74ミ、mm、リメートルである。10月から4月に雨が多い。スーク・アフラース市民の祖先はベルベル人である。 彼らは県内や近隣の県から来た。最初にスークアフラースに入植したのはパピリア族である。モンソーラミ族やキリナ族、フナンチャ族、フラクタ族も暮らした。彼らは遊牧民でテントで暮らした。彼らは後にタガステ氏を設立した。ありがとうございます。